ツーリズムエキスポジャパンは日本観光振興協会、日本旅行業協会が主催し開催している催し物。1977年から始まったジャタ旅ファクト、1995年から始まった公益社団法人日本観光振興協会が主催していた旅フェアの2つの展示会が2014年から統合し、新たにツーリズムエキスポジャパンと解消された。 国内でも有数の規模を誇る旅行業界の見本市となる予定。業界日と一般消費者向け開放日と分けて開催している。ジャタ旅博は1977年から各年に行われていた旅行商談展示会の2011年からの一般消費者向け名称。2001年は旅フェスタ2003年からはジャタ世界旅行博と故障し毎年開催してきた。 2011年については JATA が当イベントの企画、運営業務について競争入札を行い委託会社を決定。この決定により名称を JATA 旅博と変えて東京ビッグサイトにて開催している。2001年から始まった一般消費者向けの入場開放は2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件による深刻な旅行需要の 落ち込みに対して、喚起策として始まった。2003年以降、現在も、世界130カ国、地域の観光局、宿泊、輸送機関など旅行、観光機関、団体や関連企業なども参画する国内最大、アジア最大級の旅行イベントして、ジャッタ内の業界代表者で構成された、大会実行委員会が主催し、業界日と、 一般消費者向け開放日と分けて開催している。旅博は関西国際空港株式会社の登録商標。以前よりも出展団体が減少したためなのか2014年から旅フェアと統合し、新たにツーリズムエキスポジャパンと解消された。旅フェアは1995年から始まった国内最大級の観光総合見本市で毎年国内を中心とした150を超える。 地域、企業、団体が参加し、会場で各地域の最新観光情報を提供し、来場者に国内観光の魅力を発信する場となっていた。2011年は東日本大震災で中止となった。旅フェアでは2012年より、毎年1月のふるさと祭り東京日本の祭り、故郷の味ないで開催される全国ご当地丼選手権の予選会を、 行ってきたが、2014年からは、ツーリズムエキスポジャパンのイベントとして引き続き、開催されることになった。開催地表記のないものはすべて東京で開催。ジャッタ世界旅行博2006俯瞰ジャタ旅博ありがとうございます。